誰かのために仕事がしたいというようなそういった気持ちで、そういった気持ちを持つかどうか、そういった思いに共感できるかどうかというところを目指していただいています。はい、わかりました。言葉の中からそういう思いが伝わるかどうかみたいなところは今も今度は逆の立場で見てらっしゃるんですね。はい、ありがとうございます。では、入社3年目ということで福田さんが、はい、大国のサブマネージャー、はい、次の続きなんですが聞いてみたいと思いますが、入社の動きなどお願いします。はい、私の場合はちょっと皆様のこう直接的な参考にならない部分も多少あるかもしれないんですけど、まあ私が大学を卒業しまして、2年間なんですけども音楽活動をずっとしておりました。ミュージシャンを目指して、俗に言うフリーターという、見え方をすると思うんですけども、その中で、私としては一生懸命音楽活動をして、プロを目指していたという状況だったんですけども、ちょっと家庭の事情がございまして、先ほどの福岡から熊本に戻ってきて、で一番最初に、このような、説明会を受けさせていただいたんですけども、その時にこう右も左もわからない状態でうろうろしている時にですね、案内役の方が、何をぼーっとしてるんだろう、そこに座りなさい、今ちょうど始まるところだからと言われたのが、実は今の会社で、その時に初めてこう直接企業の説明会というものを受けました。で、